さあ、今回はですね、慎吾さん、はい、車の、はい、トヨタセルシオ、はい、セルシオって名前かっこいいですよね。かっこいいですね。慎吾さんもセルシオ以前に乗られたことがあると。そうですね、はい。何シリーズか、何代目とかありますけれども、慎吾さんが乗られてたのは。3代目の、前期。そうですね。でも3代目 XF30 型っていうんですかね。これはトヨタセルシオの前期型と後期型があると。前期型にこう乗られてて、ちょっとなんかいろいろ。そうなんです、あったと。あったんですよ。あったんですよ。その辺のちょっと事情を聞かせてください。はい、もしよろしければ。車乗って、ドライブしてて。で、ちょっと、滋賀の方に、バイパス通って行ってたんですね、滋賀県の方。我々京都ですしね。そうなんですよ。刑事バイパスで通って滋賀県行こうと。はい。はい、刑事バイパスで、行ってたんですよ。はい。ほんで、ちょっと途中から雪が降り出してきて、で、京都とかやったら、こう、走ってでもすぐ積もることって、そんなないじゃないですか。ないですよね。ただ、あれ怖いのは、やっぱり滋賀県、結構積もり出し、降り出したら結構すぐうっすら積もってきて、これこのまま走ったら危ないと思って、ちょっとインターの出口を出たんですね。まだ出たところがちょうど下り坂になってて、で、止まれなかったんですよ。なるほど。もう加速してますし、ということですね。で、トロトロって言っても、スーってこう滑っていくような形で、で、前に10トンの大型トラックやったと思います、確か。それもチェーンを巻くのに、こう道にこう斜めにこう塞ぐような形で止まってたんですね。なるほどね。で、これ避けれへんわと思って、要はそのもう路面がそういう状態なんで、ちょっとみんな止まってるという、はい、身動きが取れへんわみたいなことですか。で、道を塞いでトラックの運転手さんがこうチェーンはめてはるけど止まれへんし、危ないと思って、こう、クラクション、プップップって鳴らして。動きを、そうそうそう。言われても、もっとような状況ですよね。そう。とりあえず人、どけてもらわなあかんし、運転手さん、プップップって鳴らしたら、気づいてくれはって、どいてくれはって。ほんで、止まることなく、それにトラックにボーンってぶつかってしまったんですよ。なるほど。人は回避できたと。そうです。で、車、あかんよ。動くエンジンはかかるんですけど、前がね、かかるようになって、でとりあえず赤車車呼んで家まで帰ってきて、で修理出したんですけど、でさっきも言いましたけど、僕前期のセルシオを乗らしてもらったんですね。前期、はいはい。で修理出して、でもうどうせ顔前ぐちゃぐちゃやから、後期のもうその当時も後期も出てたんで、後期の顔にしようかみたいな流れになって、整形しようかと。そうこれを機にと。ほんでちょっと整形して、ほんで修理も結構長かったです。1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいかかってたんちゃいますかね。結構長期入院ですね。長期入院されてて、で帰ってきたら全然顔の変わった車が帰ってきて、違う子が帰ってきたの。ちょっと整形して、そう、整形成功してなぁと思って。印象としては顔はどうでした、その前期と後期。そうですね、前期乗ったも、前期の顔で乗ってた期間もそんな長くなかったんで、後期の方がこうヘッドライトがこうシュッとした、こうちょっと釣り目というか、そうですね、よりシャープになってみましょうか。いかついとか顔になって、そうですね、整形成功したなと。なるほど、それは良かったですね。そうですね。一番はその事故で、そういうね、人にどうのこうのっていうのはなかったっていうのが一番ですし、そういう形で、車のちょっとね、その修理の部分はあれでしたけれども、そういう思い出があると。そうですね。実際この乗り心地とかはどうやったんですか。乗り心地は良かったですよ。やっぱり長距離運転してても全然そんな疲れることもなかったですし、で、こう高速とか乗ってても走行車線走ってて、こうちょっと追い越し車線に変える時ってアクセル踏むじゃないですか。で、昔また入るんですけど、その時にアクセルグッて踏んだら、やっぱり高速走っててもそこからはやっぱりまだグッて加速はすごかったですね。その辺のハイスペック、うん、性能
ということなんですかね。そうですね。6速とかもあったんですね。そうですね。すごいですよね。まあそういうような、まあ、なんか僕はの名前がやっぱ存在感がすごい。そうですね。セルシオ。何の熊何乗ってんの？セルシオだもん。なんかそれだけでもなんかもう、すごいなって。そうだ。すごい。ねえ。僕ら若い時先輩らも乗ってはった人いますけど、やっぱり憧れましたね。何乗ってんのセルシオやね。おお。で自分も乗りたいなと思って。でね、まあ勝ったも遅かったですけどね。やっぱりこう昔から乗りたかった車に乗れたっていうのはやっぱりすごい。若かりし頃の憧れの。そうですね。車セルシオ、そしてそれを手に入れ、そしてまあいろんなことを経て成形して、まあ言うたら前期と後期を2度、そうですね、体感したという、そうですね、中身は前期ですけど顔は違います、顔は、はい、というようなこともこうね体感されて、非常にじゃあ思い出深い車ですね。そうですね、非常にこう面白い体験と言いましょう。面白いってあれですけどね、まあ、何事もなくてよかったですけど、そうですね、本当に。あんまりこう経験できると、そういうことかと。はい、顔を変える、そうなんですよ。そういうことが車にもあるんですね。その時初めて知って、どんどんでけんにゃと思って。だからのエンジンを変えるというのは、なんか、まあこれ漫画のイニシャル G とか見てたら多分あるんですよ。86の、まあ、見た目は86だけど、なんかエンジンだけをなんかとかいうようなことがある。その顔とかもそういうふうなことができる。ね、すごい車っていうのはいろんなね、カスタムカスタムできるというのは ね、すごい奥が深いですね。またね、このセルシオを唱えたみたいなコメントいただけるとね、はい、そうですね。はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。